ほら、ここにあるんですよ。イエーイ。 GoPro いちいち撮らないといけないじゃないですか。ここ左です。左、あそこ当たったところです。いや、これ、もう GoPro 今度の8でここにつけなかったら一気に、あ、音は音は GoPro いいです。GoPro より画質は GoPro の方がクリア。だからこういうとこです。この白いとことかが若干粗い。あ、まあ、かっこいい。イエーイ。ちょっと上你可以照两点而已哦。可以啊。一样的菜单吗？对。OK。Perfect。好，谢谢。もうね、来号アス2ぐらい。あー、よかった。ここ紹介できるのは嬉しい。美味しい。一番美味しいです。一番美味しいです。ルーチョーでどこ美味しいですかって言ったら絶対ここ。中世記念通り美味しい。あそこより美味しい。そう。行動範囲一緒やから。行動範囲一緒やん。他にいっぱいブロガーがいる。ないかな。さっきあの行ってたから、まあ行ったらカルピスを飲むって。お酒飲まないです。私生日なので定時台から1本で来れるんですよ。バスで15分、結構近いです。だから定時台の日本人学生はいつも私生日に降りて遊んでる。ゴングアンまで行くと、ゴングアンの近くあんまなんもなくて、呼びます。アルコールなくても楽しい。ご飯だけで楽しい。台北でご飯って言ったら僕呼んでください。あります。どっかな。九州人2人いる。3人とんうるさいよ。それこそ大堀だからですよね、ラーメンの。長浜が一番あるの。はい、行きました。みんな食べてください。感想を取りたい。大腸です。写真どうぞ。チョイスがいい。これインスタ映え、これインスタ映え。写真用意、動画用意。動画。IG だし、見てやる。いくよ。3、2、1。顔面保湿。大明山的宝山沙子，宝山，爆発山，爆山エビ。カルピスどうぞ。ヒルルーチャーにはここですね。初めて知りました。ここ開いてないですね。夕方の飛行機で帰る人とかも来れる。いいですね。